こんにちは、ミスターまゆみさん。今回ですね、ミスターまゆみさんはダイエットの記録を紹介してくださいました。ではここでですね、ダイエット教材の闇をちょっとお知らせ、お伝えしますね。だいたいダイエット教材って実践したコーチのね、コーチっていうのはダイエット教材を販売する人とかモデルになってる人の実践の内容が一番最初にエビデンスとして出されてるんですよ。ここが大きなトリックです。そうなんですよ。今まで運動もしたことなかった、暴飲暴食をしていた、こんな私でも体重85キロからなんと1ヶ月で75キロ10キロ減ができたんですっていう風なね、メッセージを送られると、うわすごい、自分と同じようにサボってた人がたった1ヶ月でこんなに痩せれるの、すごい教材なんじゃないかなっていう風に思うんですよね。でもこの販売者の方、そしてこのモデルの方、嘘をついてないんですよ。でも大きなトリックが隠されています。それはですね、運動もしてない、食事制限もしてない、自堕落な方がね、いきなりダイエットを始める、1ヶ月間シビアにやる、食事制限もするってやると何が起こるかっていうと、これね、10キロぐらい痩せるんですよ。で、この本題は10キロ痩せた状態から、そのさらに1ヶ月で5キロ痩せれるかどうかってところが、これがダイエット教材なんですよ。これ多くの人が激しい苦痛とともに脱落するのはここなんですよ。今回ミスターまゆみさんがね、9月から今までの間に、86.5 キロから 77.5 キロまでの9キロの減量に成功したっていうふうにね、おっしゃいましたね。これはこれですごいことなんですよ。このダイエットをしようっていうふうに決断をした、そして短期間で9キロ痩せた、これは大変すごいことなんですよ。でもね、これから1ヶ月の間に9キロを痩せれるかどうかって、これは至難の業です。そう思って9キロという目標に取り組んでいただきたいと思います。今回はですね、ダイエット教材の闇、そうなんですよ、誰でも痩せれる期間のことを誰でも痩せれますって言ってますから、多少のね、結果はみんな出るんですよ。苦しいのは、本当に苦しいのは、9キロ削った次のタームですよね。次の1ヶ月で9キロどころか、その半分、4.5 キロとか5キロが痩せれるのかっていうところの挑戦なんですよ。これを達成したミスターまゆみさんはすごく素晴らしいと思います。これを達成したらね、だからこれからね、今後1ヶ月ぐらいだったですかね、5キロ痩せるっていう目標をぜひね、トライしていただきたいと思います。ここからがドキュメンタリーになると思います。さあ次です。 YouTube を上げていくと、ミスターまゆみさん気づいたことがありますよね。そうなんですよ、上げれば上げるほど喋りも慣れていく、動画のアップロードのそのテンポもね、つかめていく、だからいろんなことができるようになったと。でも通常ですね、 YouTube のアップロードをしようとする人は5本とか10本上げるのにあたふたしちゃって、他のことが全くできませんってなる、正確に言うとなりそうなのでやらないんですよね。大きな差がありますよね。でもね、昔からこういう言葉があります。忙しい人ほどたくさんのことができる、レスポンスが早い、行動が早い、忙しい人ほどね。なぜか忙しいと飛び込みの仕事でできそうないような気がするじゃないですか。でも忙しい人ほど飛び込みの仕事をパパッとこなして、本来の自分の忙しさにまた戻っていくんですよね。で、比較するにもう一個あります。忙しいと思っている人ほど作業が遅い、レスポンスが遅いっていう現実もあるんですよね。多くの方は自分のことを、自分は忙しいと思ってるんですよ。でも忙しくないんですよ、忙しいと思ってる人っていうのはね。でも忙しいとか忙しくないとか関係なく、ものすごくね、作業をこなしてる人とかレスポンスが早い人って、客観的に見たら一番忙しい人なんですよ。でも本人は忙しいっていう概念すらないぐらい、目の前のタスクをどん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 こなしていって、よし一日終わったーって時にすごい量やってるんですよね。今ミスターまゆみさんはこの、まあ、いわばね、ランナーズハイみたいな状態に入ってるんではないかなと思いますよね。今回ね、50本動画をアップロードした後に追加でもう1本上げてくださいました。もしかしたら今晩中にあと数本上げるかもしれません。そうなんですよ、50本目標にするつもりが51本とか60本に向かってるんではないかなというふうに感じますけど、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。また明日会いましょう。